シャツ田中です。今回はこちらのバーの、金明細撮っていきたいかなと思います。これ何にしなくてもちょっとヘッドショットがねヘッドショットがバシコンバシコン入っちゃったんですけれども、今24かな、ここからちょっと金までちょっと行きたいと思いますので、さあ行ってまいりましょう。 OK、OK、オッケー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 、いいね、素晴らしい、オッケー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 、いいね、ジュンちゃん、おい、いいね、オッケー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 、戦術的優位を築いたぞ、オッケー、オッケー、オッケー、敵発見、連れて行くぞ、オッケー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 、中にはリバースがいる、オッケー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 、
オッケーという感じでヘッドショット100回終わりましたね。本当この100回終わった時の効果音何もなし感がやばいわ地味だね今回の。なんかもうちょっとなんかこう豪華に終わるなんかあれはないのかねと思いますけど、まあこれがワールドウォー2第2次世界大戦の泥臭さって言ったらそれまでなんでしょうけどね。ヒルトミよしよし、ロングショット、ロングショットここでいけんの？なんかロングショットってこんなに簡単だったっけ。ロングショット、ロングショット、いいね。お、素早く2連続キル終わり。ロングショット。ロングショット。破壊した。最後の橋を破壊するまで戦線を維持するんだ。ロングショット。ロングショット。いいね。だぞ。ロングショット。おし、ロングショット。オッケーロングショット終わり。ウォーのルール最高だなマジでこれ神かよこのルール。オッケースチール終わり。だったらあとはもうただキルするだけか。はい、というわけで迷彩全員アンロック終わりましたね。いやー今回のばあちゃん本当にばあちゃん、なかなかばあちゃん、いやーよかった。今回のは本当になんかこうなんだろうね、武器がまあ元から強かったっていうのはあるんだけれどもですよ、今回ね大活躍したルールがありまして、やっぱ皆さんにねおすすめしたい。ロングショット、ロングショットどこでやったかっていうとね、ウォーでやったんですよ。ウォーっていうルールはね、あのちょっとねいろいろと特殊なんですけれども、なんとキルレが反映って言ったよね、別にねこれ言ったよね、うん、言ったと思うんですけど、キルレが反映されないルールでして、そこでちょっとねなんだろう、マップの形も結構特殊で、結構ロングレンジがあるんですよ。もう意外とねワンサカあるんです。なのでそこのね自分が守りの方だったらちょっとロングショットのなんだろうな、自分のポイントまで行くのにちょっとかかるんだけれども、ポイントというかなんだろうな、敵がロングショットポジに来てくれるのをちょっと待たなくちゃいけないんだけど、自分が攻め側になったら結構ねガツガツとそういうポジションについて敵をねロングショットできるというかなり効率のいい場所だと思います。まあ、行ってない方はぜひって感じですねこれはね、うん、やっぱねウォーは今回なんかこうなんかあんなみたいな、そういうものではなくて、もうチャレンジ中御用達ルール、もう僕はそれを確信いたしました。もう絶対あそこがいい。なんでかっていうとね、みんなキルレ気にしないから、死んでもふーんって感じだから全然イモらないんですよ。まあイモってる人たちもいるけどね、うん、スナイパーチャレンジやってるから。でもスナイパーチャレンジやってる人たちをこう裏取りしてバーってやってグワーってやっちゃったらもう全然 OK だし、そういうチャレンジやってる人たちを逆にロングショットチャレンジの的として利用するというそういう形もねできるのではないかという感じでね、うん、いい形ですよ。ウォーのルールはやっぱりチャレンジには欠かせないですね。ちょっとヘッドショットの方はチーレスやってたんだけど、うん、いや何やかんやヘッドショットもウォーでやった方がいいのかもしれないですね。1試合僕多分ね、多い時40キルぐらいで、まあ大体20キルぐらいは取れるんじゃないかな、うん、そんな感じでしたね。もうねあそこのルールはスナイパーでもお世話になったんだったなったなと思ってたら、なんとなんともうまたこの AR でもお世話になるというね、うん、やっぱキルレが下がらないっていいよね。もう僕のキルレはボロボロだけどね、本当にね、うん、やばいよ、もう取り返しつかないとこまで来てるけどまあ今回僕はもうあれですよ、キルレは捨てますから、はい、もう、惜しい。まあね最終的にはチーデスをやるんだけれども、うん、いやいいですね本当に。いや本当ね、この銃弱体化パッチが入っちゃってね、もうハッてなっちゃったんだけど、うん、ハッてなっちゃったんだけれども、まあまあまあまだ他のなんかなんだろうな、ガーランドとか一番最後にプレステージ
たら出るなんだっけ SVR だっけ、なんか SRV だかなんだかよくわかんない単発の武器に比べたらはるかにマシですね。うん、あの2つはヘッドショットの方が頭にね、ちゃんと一発どうか頭に入れてからの2発キルになってるので頭一発じゃいけない、ないんですね。だから大口径って何それ、美味しいのみたいな、そんなことになってるんですよ。いやあれはねちょっとアップデートでどうにかしてくれないかなと思ったんだけど、全くしてくれる気配もなかったんで、まあ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 、でもまだ使ってないから何とも言えないんだけどね。でもアナウンスはもう君たちフローと AR は弱体化したんでよろしくみたいな、そんな感じだったんで、あみたいなね、うん、あみたいなうーんって感じになっちゃったんだけど本当にね、うん、だからまあ確かにね SMG が若干息してない面あったかもしれないけど、知れないけど、だったら強くすればいいじゃないって思いましたね本当にね。いや僕ね思うんですよ、あの情報修正より下方修正の方が悩ますね。情報修正だったら弱かった武器は強くなるので、あのやったーって気持ちになるんだけど、下方修正したら弱い強い武器が弱くなっちゃったり、まあ普通に自分がね好きだった武器が弱くなっちゃったりするんで、えってなっちゃうんですよ。いやーそこはちょっとねーなんて思いながらね、うん、情報修正の方でちょっと修正してくれたら嬉しかったなーなんてね思いながらやってますけど、ちょっと敵の偵察機マジか、あーだそう、早っマジかよ、おい早いなぁ、カモンパサおいでー、チューオッケー、やっぱ撃つことによってね、あいらねえやこれこれいらへんやつや、この火炎放射器なんて、そんなピュリファイアじゃないか、もう散々やったからな、珍しくもなんともない、使うかこれ、レストラン仲いいのかな、敵はあっちでしょ、イエーお強い意外と強い、あれほら森ぞおめえ森を燃えろ、あ届かないんだ意外と距離がなかった。いやでもほんとねヘッドショットチャレンジのねあれウォーは本当に楽かもしんない、うん、いや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 、でもね48レベルの僕バーを永久アンロックした直後に弱体化が来たんで、もう最悪ですよねおい永久アンロックこれしたのにって思って、うーんまあまだでも使える、全然使える、ラピファーとか使えばね全然使えますよっていう風な人たちも、まあ僕も多分これはまだ全然使えると思うので、うんそこまで損とは言えないけど、でも弱体化がこのタイミングで来るっていうのは悲しいよね。それまでバー全然使ってなかったのに、もうね本当にバーでさあのドミネーションやった動画とかもさ、なんかこう違和感あるわけですよね、まだね公開してないですけども、うーんあーこれ強化後のやつじゃん、強化前のやつ、あ弱体化前のやつじゃんみたいなね、うんそんな感じになっちゃう、悲しみ、マジかよ強っスナイパー、何あの俺は鉛弾を受けてても撃てるよみたいな、強すぎでしょ、あ負けちゃうかもしれないこれもしかしたら、あらあらあーやばいやばいやばい、なんでこういう時に迫撃砲なんてそんなものを敵は持ってるんだ、ちょっと勘弁してくれ、あー負けちゃった、まあ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 しゃあないですね。まあ今回はねちょっと最後に金迷彩見ていきましょう、はい、あ私のキルですねこれね、このゲームヘッショのなんか得点高いね、はいでは見ていきましょう、こちらがバーの金迷彩となってますね。今回はまあ光り方がちょっとねあれだからちょっと分かりづらいさあるかもしんないけど、とりあえずまあ見ていきましょうか、金迷彩にしたよね、さてとこんな感じですと、いやーいいね金、金金のやっぱこの金のねこのなんかハゲた感はね今回ね僕好きなんですけど、ダイヤモンドは剥げる必要があったのかって話ですよね正直ダイヤモンドは剥げる必要あったみたいな、うん、それ思うよね。まあというわけで今回はこんな感じでねバーの金迷彩、はい皆さんじっくり見てまいりましょう、チラとチラチラとこんな感じになってまいりました。皆さんもぜひぜひ頑張ってね永久アンロックしたあのね僕と同じような人はもうやけくそになってこれを金にするしかないですね、ほんとなかなかやっぱこの光沢
いいですね。また違う AR もやっていきたいと思います。というわけで今回はこんな感じで、バーの方を金明さんやってまいりました。それでは次回もかかってこーい。